や飛んだらダメなのに飛んじゃうマリーザ対決いきましょうやさあさあさあマリーザが強いなちょっと待って待ってもう一回こいつ中さんがダルシム戦をやりたいやりたいってか対策を教えてほしいらしい。もしもし。ダルシムっすか？ダルシムの対策っすか？ダルシムね。います？まあいないね。いないけど、いたときマジ無理。ああなるほどね。ワンチャンも感じないぐらい無理。まあ、マリーザはダルシム側がいけちゃうっすからね。どうしても。あそうなんだ。めっちゃ余裕っすね。めっちゃ余裕？餌？めっちゃ餌っすね。ザンギより、あ、まあでもワンチャン引けるって思ったら、まあマリーザの方がだるいっすね。どっちかっていうと。ああ、まあまあまあ、触ればみたいな。そう、触ればみたいな。マジか、ダルシム対策か。初めてだな。みんな D リバー打ってくんだよね。はい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 。もう D リバーはもうダルシムは打つっすね、だいぶ。あ、そうなんだ。やっぱ密着しんどいんで、今作ダルシムは。無敵技がマジないんで。あ、無敵技ねえんだ。そっか。無敵技がゲージ2本からしかないんで、容易に打てないっすね。ゲージ2本って誰だ？火の玉打つやつ？でかい火の玉と3、SS3 しかないんで。ああ。めっちゃ弱いんすよね。このキャラもいろいろちょい動くっすよ俺。他のキャラも動く？結構やってるっすね。じゃあちょっと俺がダルシムで心折れたら。え、一回じゃあ普通に戦います？うん。オッケーっす。まあでもいろいろいるんでダルシムも。ダルシムにも何タイプがいるの？ダルシム結構いるっすね。そうなんだ。なんかクリムゾンタイプとかなんか古来からの使い方してくるやつとか。いやもう出た。それコパンで落とした方がいいの？これそうっすね、コパンで落とした方がいいです。余裕で落ちるっす。じゃあマジそれゴミすぎ。えトーチ最強。おい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 マジで飛ぶ。プラチナダルシムと当たってもこんな感じになる。バーとなった時も強いんすよねダルシム。そうなの？やっぱ腕伸びるから腕伸びるから相手の攻撃食らないところで一生触れるんで強みではある。はい、シエエセこっからはねダルシム側がいろいろできるターンっすね。このエセの後はこの動きマジ強いんで。はい、シューパーそれ当たんのかよ。これ当たるんすよね。唯一空中で相手に触れる技っすね、ダイパンより。あ、そうなんだ。これ結構置いとくっすね。あ、いい投げ、いじめくる、いいいいタク、あ、いい、おいおいおい、あまりにもマリーザよいしょ、えらい。おー、こうなったらダルシムはマジもう、そう、これっす。ダルシム倒すにはこれっす。出た、それマジみんなやってくんだよなもうこの技しかないっすね逆に。じゃあマジ無理。おー、えらい、次いつ、えらすぎる。よし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 、そうっすね、ダルシムマジもうきつい時はリバサー打つか SA 打つしかないんで、あと SA3 死ぬほど短いんで、ザコス。あ、そう、そう、マジで短いっす。投げレベルってこと？本当になんかもう投げより短いまであるかもしれないマジで弱いんすよね。そんなことあんの？お、あ、マジかよ、ヨガあれマジか保険アーチ上から追って落ちてくんだあれ。なんでそれいつ、あーあーあああ、しかもこれ帰ってくるの避けたら。そうっす。おお、見てるー。いいんすかいいんすか、次のラウンドないっすよSA で終わるっすよ。出なさそうだもんでーおら、へーる、いいっすね。こいつも大概クソキャラだな。いや、マリーザ一番おもろいっす。いろいろ触ってるもんね。最近配信チラチラ見てんだよな。あ、マジですか。今日マノンやってたっしょ。今日マノンやってました。いや、マノンも大概っす、あいつ。おもろい？めっちゃおもろいっす。おもろいんだ。ピッ。うわ、コパン間に合わねえ。はい。うわー、出たー。ゴムゴムの。はい、変な、変な、一番かっこ悪い SA。俺、これ結構好きなんだよ。
死の、うわ死ぬんだよね。この大 P もまあ結構強いっすね。割とコンボになる。え、大 P ってなんか両腕上から叩きつけてる、ね、え、でもあれ逆に上の判定マジないんで、斜め下にしかないんで、これマジよ。あ、そうなんだ。下には強いんですけど、そう、上には弱いんで。ヨガ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 、やっぱしゃがんでガードしちゃう、それ。いや飛んだらダメなのに飛んじゃう。ヨガ、くそ。そうですね、飛びは落とすけど、でも割と飛んでいい気がするっすけどね、ダルシム相手。じゃあ教えましょうか。じゃあきついところ、ダルシムのきついところお願いします。ドリルがあるんすけど、頭ドリル、あ違う、こっちっす。 あ、ごめんなさい、あそっちか、こっちっすね。 これがガードで、上の方でガードするともうダルシム超不利なんで、これマジで足元に当てないと弱いんすよ。これコパ連打でいいっす。だからドリル食らったら、ガードしたら、ガードしたら、ガードしたらもう基本コパフルでいいっすね、このドリルは。これマジ先っちょにしか、あのつま先に当てないと。どんくらいつま先だったら、でもこっちも手出せないですよ、もうこれ。こんぐらいだったら、ほら。あ、そうなんだ。本当だ、めっちゃ強い技なんかと思ってた。そうだから足先に当たったら結構そっち側触れるんで、そう。あ、まあこれでとりあえず手出しといて、めっちゃ不利になることないみたいな感じか。そう、別これ食らってもこれしかないんで弱いんですよね。マジで。そうなんだ。そう、ドリル結構弱いし、ドリル見えたらインパクト食っていいっすよ、マジ。死ぬっす、基本。あとやっぱテレポにコパ、ああは絶対仕込みたいですね。これマジ別のキャラでやったら、竜にこれで落とされたら勝利入るんで、飛べないんですよね。これマジ結構何でも入るっすよ、コパの後。なんか入れてみてくださいよ、なんかありそうっすけどね、いいの。多分中盤でも余裕で間に合うっすね。マジ弱いっす、テレポは。あとなんだろうな、投げの後の、うん、スライディング、そう、これは持続で当たって、ダイヤのダルシムがやるか分かんないんですけど、これの後よくグラガリしてくるんで、俺はこうやってグラガリするんで、この密着になった後。あー、なるほど、ね、そう、これ結構痛いんで、これ注意で、グラガリポイントなんで、相手が浮いたら気をつけましょう。オッケー。で、あとこれ、あ、このこれトーチ、あー、これマジインパクト押していいっす、これ見たら。そう、その後こうやってスライディングで来るやつ多いんで、あー、なるほどね。そう、スライディング、そう、目的で、スライディングやってたら死ぬっすね。でもマリーザ一試合のうちにもうこれ、それ一回決めたらもう死ぬんで。そうですね、これ見た後こう来るんで、そう、これも死ぬんで、はいはいはい、結構これ狙い目だと思います。で、これトーチ、これ上で食らったらマジ痛いんで、そう、これこう拾えるんですよね、これ当たったの見てから。ああ、そういうことか。そう、なるほどね。これ結構わかんないですけど、あんま狙ってる人てか、ダルシムがいないんでやってくる人いないですけど、いい、ね、そう、でも結構ダルシムでは狙いたいポイントではあるっすね、これ。こういう風に、あー痛いね。そう、これ結構強いんで。ちなみにマジインパクトにクソ弱いんで、ダルシムは。あまりにもやつも、これこの距離でこうやってやったらもう死ぬんで。ああ。案外何もできない、ダルちゃんは。へー。そう、これも引き中パンでよく落とすんですけど、これ落としたところで、マジ、なんもないんで、コンボも何も。なんか、一生飛ばれるんですよね。俺もダイヤの最後の方はもう一生飛ばれてました、俺こうやって。で、出なかった時に密着で殺されるみたいな。ああ、なるほど、ね。そう、のが多かったんで、もうマジ。絶対当てなきゃいけないのに当てても最初に。で、飛ぶならこの距離っすね、マジで、この距離。この距離、そう、こういう波動と一緒なんで、この腕って、そんぐらいの距離で飛ぶと見えちゃうんですけど、その距離はもう落ちないんで、あやべ。じゃあ結構両方散らした方がいいのか。そうっすね、割と飛んでいいと思うっす、ダルシマ。ほんとね、マジで今日も一度も当たってないぐらいいないけど、たまに出てきたらもう完全にガン処理されるって感じっすかね。やってみますか、じゃあ。 OK、 やろう。うい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 よいしょ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 、はい、最大むずい。よいしょ。ダルシムちょっとコンボトライアルしたけど、クソむずそうだったわ。マジむずいっす。あ苦しそう。最強この技。でもいないっすよ、このキャラマジで。いや本当にいないね。俺ダイヤ隊当たってないっすもん、こいつ。あ、ちょっと待って、マリーザ対決いきましょうや。ちょっと俺もマリーザ、俺マリーザ腕にちょっと自信あるんですよ。もういいけど、俺マリーザにはマジで負けてないよ。いや勝つ。
あれ俺よりランク、あれ違うぞ、俺ちゃんとプラチナ1から登ってきたんですよ、ここまで。あ、なるほど。合間合間にダルシムで心折れた時、こいつが癒してくれるんですよ、俺のことを。破壊力でダルシム3回分のコンボのを1回で出すんで、こいつ。うわ、ぶーねー、今のダメなのかってこと多いよね、グラディウス。おいおい、よいしょ、よいしょー、熱い。さあさあさあ、マリーザの方が強いな。マリーザの方がやってるっすね、多分。使うっしょ、はい、使うっしょ、一旦使うっしょ。はぁ、つねえ、やべ、よいしょ。ちょっと待って、もうかそうっすよね、そうっすよね、同キャラはね、同キャラ燃えるっすよね。しかもマリーザなんていう差し合いキャラ。えいえい、やってるやってる。うわ、いいコパ、うわー、壊し当たってないやん。まあ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 、まあ、貯めたら、うわー、そっちが言うようなことぐらい、わかってて、これ大Pでこれで、ね、なんかぼったくろとしまったさっきからちょいちょいこすって。一番楽しい、あの有利な時間が。でぇー、おら、知らない知らない、まだまだ全然なんか知る、ぴょーん、あぁー、11っすよ、11っすよ、11っすよ、全然11っすよ。内容でも俺の方が価値高い石だったんだけどな。ビッグバードインストール。そんなことしない、ビッグバードは。こんなことしない。おらっ、いやーお食事。グラップ押しちゃったよ。よし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 。やべ、シュープイド溜け込んでちゃうとこうなっちゃう。いいガード。よーしよ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 し。負けないっすよ、負けないっすよ。やべえな。やべ、危ねえ。あ、ちょ、やべ、うわ、いや、安いけど、まあまあまあいいでしょ、安くなっちゃったな。べー、どうしよっかな、どうしよっかな、それ1段階目で死挟めるのいいな。これ強いっすよね、結構お得いった。あ、ちょ、暴れすぎ暴れすぎ。ちょっと待って、やばい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 、どれ、おらっ。マジかよ。こいつの蹴りかっけーかっけー。でもあれ繋がんねんだよな。いやでもシャガさんならいけるっす。頑張ります、頑張ってください、頑張ってください。スイス、またやりましょう、させます。よし、お疲れ様です。シャガさん強くね、普通に強いんだけど。あのね、マリーザを使ってる人がいて、うまいかどうか見分ける方法が一個あんだよ、ガード力。マリーザは絶対一生攻められるからガードが大事なんだよ。シャカさん硬かったね、あんだけグラップ押さないマリーザはいないね。